はい、どうも、ヒロです。今日も、謎のスタジオで、アンザさんと作業しておりました。またですか、アンザさん。<laughs> ヒロさん、本当、すいません、毎回毎回。何度呼び出せば、気が済むんですか、もう。嫌な、その、あのですね、はい、もう、ヒロさん、私、本当、ありがたいことに、はい、今、ちょっと、いろいろね。はい、あの、まあ、自分のソロのプロジェクトも、あるんですけれども。はいね、もう、いろいろ。 オファーをいただくことが多くなってしまって、はい、い,やい,いやもう本当は、ね、皆様ありがとうございます,いすなんですけれどもですあのですねもう、あのー、今ちょうど先週ね、あのー、ヒロさんにも手伝ってもらいましたけれども、えー、先週でしたねあのーはい、プロジェクトのシーサルプロジェクトの,あの歌をですね、はいはい、レコーディングを手伝っていただいたのですが。えー 今日は何を今日はですね何を私手伝わされたんですかいや実はあの皆さん、はい、もう正直このヒロチャンネルのおかげで私いろいろとね、うん、あの皆さんに情報をねあの発信できているので <laughs> まあこのヒロチャンネルをご覧の皆様だけの、はい、あの初情報をですね、うんうん そうなんですかああ言いますけれども。いや、自分のインスタとかで発言してください,いや、いいんです、いいんです、あのまだはっきりしたことをまださあの発表はできないんですけど、今、実は私の、はい、アンザの初のですね、はいはい、アルバム、ソロアルバムをですね、今、作ってまして、今日はですね、あのー、ヒロさんに仮歌のレコーディングをですね、ちょっと手伝ってもらってたわけなんですよ。うんうんはい でそのアルバムがですねリリース目標がですね6月この今年の2021年の6月にリリースができればのということで、えー、と今頑張ってちょっと急ピッチであのやらせていただいておるんですよ。アルバムですかまああのちょっと曲数的にはちょっとミニアルバムになってしまう可能性もあるんですけれどもあのちょっと色々、はいろいろあの。 曲だけではなくてちょっとフォトブックみたいなのもちょっと作りたいなっていうのがあってまあ,あの今まで何でこんなねあの私芸歴何十年もある何何,何十年もあるんですけど、うん、なんでこうはあのソロアルバムがなかったんだろうと気が付きましてですね、うん、なんでいや作ってなかったんです忘れてました。 いや違うんですよ。シングルをちょこ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 出してたから、出した気に <laughs> そのまんまじゃないですか。出した気になってたわけ。作ってなかったからなかったって。いや出した気に。ったっいや出した気に。ままい,いやだから出した気になってたんですよ。出した気になってた。<laughs> そう。なんか出した気になってたのに気がつけばあれ私散々ソロのアルバムとかをねあソロのあのライブとかやってたのにあれ私そういえばシングルは出したことあっても、うん、アルバム出してないじゃんってようやく 気気づいたたたですよ出した気になってたとそう勝手にもう自分の中でやばいほんとやばい人であ<ー>とある、あのー、昔の「セーラームーン」から応援してくださるファンから「杏澤、はい、さんもちろんヘッドオンプレジデントのアルバムもあの、うん、買わせて,いた,だい,ていただいてるんですけど、うんはい、そろそろ、うん、フルアルバムのリリースの予定なんかはないんですか?」って聞かれて「うん、え私出してませんでしたっけ?うん」って「いや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 かもうそーんとにあのいろいろとね 今まで私もあの舞台とかいろいろやらせてもらって走り続けてきて、うんはい、ぽっかりその部分だけね頭にね、うん、なかったんですよ。そうですかびっくりしました自分でもようやく気づいたと。いやほいやいやこれ本本ガチな話なんですよ。うん、なるほどでもまあいろいろほら去年実はリリースしたかったんですけど、はい、まあちょっとそのコロナの問題とかもあってようやくねちょっと、うん、なんか自分の中でももう。 テンンショがが上っててきよしもう2021年には絶対リリースするぞということで今ちょっと急ピッチでやらせていただいてあの広さんを借り出してるというかお借りしてるというかお願いしてる次第なんですけどでもあのね安沙さんのね制作に携われて私もいろいろ歌取りの勉強になったりしてるので本当に有意義な時間を。 過ごさせていたやでもあのー、まああのー、通常私レコーディングってあんまり得意じゃないじゃないですかブースがあまりちょっとあの好きではないのでレコーディングブースが苦手なんですよ苦手意識があるのでなかなかいつもなんかこういい状態の中でねあの歌取りができないんですけどまあおかげさまでねあのヒロエンジニアさん お、ね、付き合いも長いですから、うん、まあなんかヒロさんの前でねあの歌うと緊張も別にすることもなく、うん、なんかリラックスした状態であのレコーディングができるのでね、うん、まあ今後はちょっとやっぱりねヒロエンジニアさんに活躍していただいてね、うん、あのちょっとがんあの頑張っていただこうかなと思いますいやでもあのヒロさんのねあの耳いいんでね、あのーうん、自分でねあのレコーディングしてみたいとか、うん、なんかこうやってみたいっていう方がいれば是非、うん、ヒートスタジオまで。 お問い合わせいただければね、ヒロエンジニアの、まあそうですね、まあ暇なら全然になりますけど、今ちょっとあれですが、そうでも私のことばっかりはいいんですよ、とにかく私は6月を目指してですね、もしかしたらちょっと、また伸びちゃうかもしれませんが、状況によっては、ただ6月を目指して、私のソロアルバムをですね、今、頑張ってますので、ありがとうございます、新着の丸です 本当にいつもありますいやではこちらこそねあの今回はあのーはい、ありがとうございますっていうこともわかりますそうなんですけどすじゃあ一回ここで切りましょうか、はい、ということでねアンザさんのソロアルバム待望のアルバムが6月にもしかしたら出るかもしれないリリースされるかもしれないというお知らせでしたアンザさんでしたどうも皆さんご視聴ありがとうございました。